お元気ですか？谷村新司です。12月は、谷村にとっては特別な月。なんて言っても自分の誕生月でもありますか。なんか空気が、透き通ってきて、街のイルミネーションが瞬き出して、目に見える景色すべてがきらめいていく。そんな12月、いいなぁと改めて思います。さあ、今日もほっこりとあったかに、ラジテレ一緒に始めて参りましょう。さて、今回のテーマは、12月のホテル。12月のホテル。谷村が毎年ずっと続けてきておりました、ホテルでのディナーショー、ダンディズム。そして、ピアノ一台で、ホテルのバンケットで歌うという歌声を見、まさに音楽、そして食べること、お料理、この両方を楽しんでいただくというのが、この12月のホテル、11月の後半から12月にかけての、特別な時間を楽しんでいただくという、そんな季節です。僕にとってやっぱり忘れられないホテル、今もなお、ちゃんとお付き合いをしながら、一緒に、感動と興奮を伝えようとしている場所が、実は大阪にありますのはホテルニューオータニ、ホテルニューオータニ大阪、そして、東京では帝国ホテル、東京帝国ホテル、この2つのホテルは、谷村にとっては実は特別な場所です。まずこのニューオータニ大阪、これはもうスタートしたニューオータニが出来上がった、大阪が出来上がった次の年かな。ずっとそこから、ディナーショーを続けております。なぜそのニューオータニ大阪で、新しいホテルでやることになったか。そのきっかけをくださったのは、その創建当時、支配人、総支配人をしていらっしゃった甲田さんという方がいます。甲田支配人。この方は本当にアメリカでホテル学を学ばれて、とってもスマートで、笑顔の素敵な柔らかい方。僕はもう、ザ・ホテルマンと、改めて、感じれた人物だったんですけども、その甲田さんが、このホテルでやるディナーショーに対する熱い思いを語ってくださいまして、その思いに、僕はとっても心が揺れて共感できたという。だから、甲田さんがおっしゃられたのは、ホテル側も、音楽を提供する側も、できるだけベストのことをして、そして来てくださったお客様が、得をしたと思ってもらえる、そんな時間、場所を一緒に作っていきたいと思っていますという。